おや変なものを持っているじゃねえか平次はむしろの上に並べた死人の持ち物の中から不思議なものを見つけたのですへえ肌守りに財布がありますね彫目が少しばかり香川さんに頼まれた位牌はありませんねおやおやこれはさやだよお染を殺した担当の鞘だなるほどこいつはいいもんが手に入ったよこのろいろ塗りは 下死人も捨てかねたんだろう。いい道具だ。平次は下死人の気持ちに悔いってこんなことを言うのです。思いもよらねえ鞘があったり香川さんが頼んでやった祖先の遺憾がなかったりよほど変じゃありませんか。この鞘を持っているところを見るとお染め殺しの下死人はこの男じゃありませんか。なんだと。八五郎はまた変なことを言うのです。この小僧は 十六か七でしょうが柄が大きいから遅めに直径を出したのかもしれませんそれを低欲かわされてしつこく絡みついた末に物のはずみでどてっぱらい一本やったバカなことを言えこの担当は小僧や小せがれのものじゃねえでもその上幸吉も殺されてるんだぜ当て身を食らっているんだ川ん中へ落ちた時水よけかなんかで怪我をしたのかもしれませんね 怪我はまっすぐについた傷だこれくれやられると着物にも肩がつくその様子のねえところはやはり当てみさへえさあ田島屋へ人をやって俺たちはこっからまっすぐに亀沢町へ行ってみよう平次は何の未練もなくその場を見捨てました亀沢町の香川雄三郎の古巣に何か変わったことが発見されるでしょうか第2章亀沢町で なぼ探すのは簡単なことでした差イの善六は朝のうちから何やらブツブツ言いながら庭の掃除をしております少しはげかかった善良ではあるが口やかましそうなおやじですおめえさんは差配の善六さんかいええ、私えわしは善六ですがおら神田の平次というもんだがちょいっと香川さんのことを聞きてえが平次は いつもの調子しでひどく穏やかに出ました。じっては懐へ忍ばせたままです。あの家は行けませんよ。手ごろな家ですぐ目につきますが、肝心の香川さんが家を出たっきり三、四日消えらねえから、家を開けるわけにも行きません。まことにお気の毒さまで。早がてんしちゃ困るよ。家を借りようと言うんじゃね。え。親分も俺もれきとした家があるんだよ。八五郎は 横合いから口元がらせます二人でつながってくるとそれは夫婦でなくとも一応は借家探しらしく見えますおめえは黙ってろよねえ沢井さんユンベカンガーさんのうちへ小僧が一人来なかったか俺は明神下の平次だが平次は身分を明かしてかかる方が便宜だろうと思いましたえ、お名前は聞いておりますユンベはとんだ騒ぎでしたよ 参りまししたとも、小僧さんらしいのが一人。その様子を聞きてんだよ。それが大変な始まりで、町内で顔見知りの悪浪人、太田三三郎という方が、いきなり香川様を親の敵だと言い出し、このうちへへ入り込んで、二三家は動きはしません。その浪人は、前からの顔なじみかよく存じております。物の物もや、縁日稼ぎ、花見時には、 ゆすす。り酒を稼ぎにに花見にも出かけますそれがいきなり香川様を敵呼ばわりして隣の家へ飛び込みおしまいには根を生やして動きはしませんうんそこへ飛び込んだのはあの小僧さんで最初から太田三三郎に見つかっていやひどい目に遭わされましたよ私は見て見ぬふりをするほかありません退屈しきっている太田三三郎あの小僧をおもちゃにしてしばらく楽しんでいました そのうちに酒がなくなると小僧の懐まで調べて酒を買いに出かけたものです酒屋まで一っ走り帰ってきて小僧をまたからかうつもりだったでしょうありあわせの紐で柱へ小僧を縛ったのは念が入りすぎますねそれからあっしゃ見るに見かねて留守中に忍び込んで解いてやりましたよ 手足を自由にさせると何か探し始めましたがそのうちに大谷三,三郎が帰ってきたので私は驚いて逃げ出しましたあの男に捕まっちゃはかないません小僧一人は捕まったようですが自分で縄を解いたことにしても済みますそれでそれきりでございますもっとも小僧は大谷三,三郎と仲良しになってそれからシをしてやったり大声で話をしたり笑ったり騒いだりしておりましたが 四つ前には帰った様子で大谷三,三郎は送っていかなかったのか浪人者はどこへも出なかったようで大吉の死と大谷三,三郎とはここでプツリと縁が絶えました第3章小僧がここを出たのは間違いなく四つ前だったのか平次はもう一度問いました話がだいぶ微妙になりますそれに間違いありません その後しばらくして四つがなったようで「浪人門は後で小僧を追って出なかったか?」「これは大事なことだがどこへも出ません」「喜怒は足が開けてやらなきゃなりませんから神妙に飲んでおりましたが酔いくたびれて寝てしまったようです」「親の敵という香川さんのとこを引っ張り出して今朝は金がなくなったと見えてどこかへ飛び出してしまいましたいずれどっかへ行ってい 飲みししろを稼いででくるんでしょう香川さんとは前からの知り合いだろうと思うが知らないはずはありません同じ町方に住んでいるんですからそれがいきなり敵呼ばわりをしたんで肝を潰してしまいました香川さんはついそこにいるぜそいつへ一っぽし八五郎はまた余計な口を出そうとするのですし黙らねえか平が しっかり口を入れた時でしたそいつを聞こうじゃねえか角口へ立っていたらしい太田三三郎いつの間にどこで聞いたか奥面もないひげ面を出すのですあ、こら平次も少し度肝を抜かれました酒に焼けたひげ面の五十男ひげや酒焼きを当たる銭があれば一杯やってしまいそうな人柄です 香川勇三郎はどこにいるんだあの男には俺は貸しがあるでっかい貸しだぞ命という貸しだそうおっしゃっても急には思い出しません平次は冷たく答えましたまた敵討ち騒ぎをされてはかないませんゆっくり考えろ何日でも構わん太田三三郎は大して焦るふうもなくニヤリニヤリとしております 汚い合わせに取材屋のお年刺し,し酒焼きが少し伸びて何様容易ならぬ風亭です旦那は本当に香川様を敵と狙ってるわけでその通りだ拙者の父太田三之助は香川雄三郎の父伝野進に討たれたのだ不祖の仇は共に天を頂かず一方は討たれるに決まっておるいずれのご飯で 浪人同士だ。太田様は北国なまりがあるようですが「老老中北国にいたよ」「武者修行のため日本国中もあった」「もう一つ伺いますがユンベイ吉と申す小僧が参ったはずでとんだん面白い小僧であったよ散々おもちゃにした」「二十四文という彫目を置いて帰ったがもう少し持っていたように思う」「それっきりで」 それっきりだ惜しいことをしたよあの小僧は殺されましたよ何だと真の当て身を食らった上大川へ投げ込まれて死んでしまいました平次はとうとう打ち明けてしまったのです俺は知らんぞ小僧が帰ってから一歩もここを動かない第四章大谷三郎は見かけは鬼とも取り組みそうですが幸吉が死んだと聞いて 色を失ってししままい江ま世豪傑の気取りがいっぺんに剥げてしまった様子ですそれが当て身の跡があって川へ投げ込まれて死んだに違いないとなればいずれただごとでは済まされそうもありません「八ケロうか仏壇には位牌もねえ様子だ俺たちはまだ忙しいことがある」平時。平次は未練げもなく立ち上がりました。 八五郎がそれに続いたことは言うまでもありません。もういいんすか、親分。ここには下死人はいねえよ。死骸が抱いていた鞘をどこで拾ったか、それだけでも知りてえんだが。二人は外へ出ると、貸し図体に大川橋の方へ辿っておりました。後の東橋、今の東橋です。あの浪人門をふんと脅かしてやろうと思いましたが、 親分のめくばせてよしましたよ。ししまた八五郎はみちみちそんなことを言うのですよすほうがいいよ大谷三,三郎恐ろしく怖い顔をしているが日本一の臆病者さえあんなやつはたくさんあるよ自分の弱さや臆病さを知りすぎてひげなんか生やして酒を飲んでごまかして威張ってる代物だあの野郎は臆病で力の弱え野郎に決まっている人なんか殺せる代物じゃねえ へえ相手が弱えと思うと傘にかかって威張ってみるやつだ幸吉がゆん人に殺されたと聞いて一番先に青くなったのはあの男だゆすり酒を飲んで一生を終わる男だそんなもんすかねおやそういううちに大川橋にかかったぜ橋のたもとによたかそばの屋台がよく出たはずだ橋番には届けはあるだろうどこに住んでいるか行って気いつくれ 八五郎をひとっ走り夜中に火を使う商売でこれは一応の届けなしでは済まず八番に聞くとよくわかりました。